こんにちは、マリンです。今日は皆様にお知らせがございます。4月7日からスタートします。毎週土曜23時40分から放送、東海テレビ、フジテレビで放送されます。いつまでも白い羽というドラマがに出演させていただくことになりました。こちらのドラマはですね、不器用でまっすぐなヒロインの、友情、挫折、夢、家族、恋などなどの、ストーリーが描かれております。こちら看護学校のお話なんですけども、看護学校のすごくリアルな実習シーンも今たくさん撮影しております。4月からスタートなので、これから新生活、皆さんも始まると思うんですけれども、いろんな悩みだったり挫折だったり、目標だったりいろいろあると思うんですけれども、そんな方にぜひ見ていただきたいと思っております。私は横井千恵という女の子を演じます。ヒロイン新川優愛さん演じる主人公の、看護学校のクラスメイトです。ちょっと嫌味な女の子です。こちらもぜひ、合わせてお楽しみください。よろしくお願いいたします。以上、マリンのからのお知らせでした。